マジでレオス先輩すごかったんだよね。ネタ帳、頭の中がネタ帳、頭の中覗きたいもん。めちゃめちゃ優しかった。あかりが、大パンの時、実は、本当は、お腹すいた夜だから、長い時間収録するじゃん。面白いこと、何も思いつかなくて、腹減ったってやろうとしたら、それじゃ弱いよ。もっとかわそう。もっとここが大事だよ。かわしてこうって。で、シエナ呼び、レオス呼び、行こう。みたいな。では続いてシシドーさん。よろしくお願いします。はい。行きます。シエナはうるせえし、レオスはやにくせえし、役に立たねえだ。オープン927キロ台間ということで、これはいいよ。これは大丈夫か、席戻れる。確かに、あの大丈夫、927ポイント獲得です。ごめんなさい、やたら怯えてますけど、大爆笑。マジそれやるのって心の中で思いながら、やるんかやるんかって思って、芸人でしたね。あの二人の差し金だったか。本当は、実はこんなこと言うとバレちゃいますけど、正直ですから。シシドーあかり先輩、あれはシシドーあかりの力ではなく先輩方の力で、本当にこれから勉強してくんで勘弁してください。あかりのセリフ、ほぼほぼお二方の助言と言いますか、入れ知恵と言いますか、元凶と言いますか。やばいセリフ、あかりはこれ炎上しないかって思いながらいたよ。プロデュース、あ、そう、プロデュース、それが一番正しい日本語だ。